今回は、レッドライス TV さんと、はい、コラボをさせていただいております、はい、よろしくお願いします。レッドさん、よろしくお願いします。今日は、ストロークのガチンコ対決をやっております、はい、うん、ナイス。手前止まったでしょ。おー、ナイス、うん、いや、すごい、これはでかい、今の一致だあー、惜しい。今日こればっか。はい、13番ホールパー4372ヤード、ただいま5打差でございます。いやー、ちょっとあと残り6ホールで5打差はきついんで、ちょっと池田さんに分けたいと思ってます。何打ぐらいもらってくれます？あー、オーバーパーを、はい、3打足りない足りないです。意外に普通だなと意外に普通だね。はい、ということで頑張って5打差詰めていい勝負にしたいな。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。ナイスショット。おー、ナイスショット。いやー、好きなくなっちゃったよ。うわ、いた。何のコメントもない。そうか、何もかもがダメです。あー、完璧です。 ありがとうございます。池田さんのボール採用。採用。あれ違う、ゲームが違う。ダブルスになってる、ね、スクランブル選手権になってる。手こずってますね。手こずってますね。あのスプーンめちゃくちゃ調子良かったんですけど、シャフト入れ替えてから初めてあんな球が、うん、初めて、はい、いやー、大変なとこ行ってるよ。あれはなかなか出すのも大変な。出てこれるかな。抜けろ。おー、抜けた。いったいったいった。ナイスです。おー、まだついてる。あの木の前まで行けるとね。うん、140ヤード9番。あー、これはやばい。今日のレッドさんだとパーンと跳ねてグリーンマンと来るんじゃない。来ないか。うわー、さすがに。いい音。さあ、風、あれ、風逆。やばい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 。やっぱりアゲンストって難しいですね。アゲンストってすごいスピンコントロールがこうきっちりできないと計算通りいかないじゃないですか。難しいです、ね、うん。5-2でいきたいと思います。まあ80ヤード打ちたいな。止まって。絶好の場所だったのにな。ああ、空いてるね。空いてますね。バックスイングが取れれば。あとウェッジで行きたいな。ペットペットして。おー、うまい。いや、ナイス。惜しい。ありがとうございます。ナイス。とりあえずレッドさん、もうちょっと可愛いことやっていただいていいですよ。え、もう5打差もあるんで。ああ、本当ですか。もっと可愛らしいことを一応載せないようにしました、はい、こういうのなんか入っちゃいそうだからね、今日レッドさん。やべやべやべ、もう池田さん完全にチップイン狙いじゃん。いや、強い強いよ。早いのかな、こっち。キャリーさん、こっち側から下りなイメージですか。はい、そうです。なるほど、上りに見えちゃった。意外と早い。早かったっすね、はい、もう今日切れてくんな、伸びるん、思ってるより、ね、やっぱ伸びてますね、うん、お先に失礼します。ナイス。
です、うん、ボギーです。まあ、惜しい。ボギー。おー、惜しい。ダボ、ダボ。はい、このホール、私がボギー、レッドさんがダボということで4打差、1個縮まりましたが、いやレッドさんもうちょい可愛いことしてほしいな。え、結構可愛くなかったですか？いや、可愛かったです。可愛かったですね。可愛かったですあのセカンド林から蜂蜜抱えて出てくればいいですかえー、14番ホール446ヤードパー4。おお、完璧。大丈夫なのかな。あ、意外に我慢してる。いいところでございます。ナイス。戻ってきた。これはナイス。ありがとうございます。飛んでるよこれ。ナイス。ありがとうございます。あの球打ちたいですよね。あの球打ちたいですね。今日ちょっとそれが右に抜けてるって感じですよね。抜けちゃってたんで。おー、純池田の本気。これは飛んどる。皆さん、はい、僕がへこむようなボールはやめてくださいいやいや、なんか俺がしょっぽいこの距離とかに早くレッドに追いつかないと。いやいやいや全然関係ない皆さんマジでクライアントだけど一言言って関係ないか関係ない全然関係ないから関係ないですね。あり得る。え、レッドさんどこまで行ったの。俺これじゃない。え、意外と飛んでない。いやいや、あそこにあそこに。俺あれあっちつく、うん、はい、あ、じゃあそれがこれだ。あ、すみません。持ってるより飛んでる。これもそうですよ。やっぱりレッドさん飛ぶんだな。えー、これ190万だ。ここ長いですね。長いんですよ。で、フォロー6番やんで。おお。5番でいきます。194。やべえ、もう本当に当たんない今日。160ヤード8番です。ほら、捕まえちゃったよ。寄せワンっすね。え、寄せワンですよ。可愛いとこは見せられないこれやべえよ、これやべえよ。58でいきます。50ヤード。フライヤーしてもっとして、くわー、飛ばないか。よし、すごいね。逆目、逆目だから結構しっかり打っていかないと出ない。こんぐらい打っちゃいましょう。60度でいきます。あー、抜けちゃった。下、おー、いい感じ。おー、惜しい。ラス、席に失礼します。はい、ボギーです。次のパー5も難しいんだよね。ナイスタッチ。ナイスタッチです。淡々とうちのスーパースターやってて、やっぱこのセッティングのやっぱうまいねこうやってみると池田さんうまいっすね。やっぱ次です。うん、あ、よく打った。でも、あ、切れちゃう。あ、弱い。うん、ナイス。はい、ボギーボギーです。はい、このホールお互いボギーということで、はい、4打差は変わらず。変わらずもうね、ここなんだよ。せっかくボギー打ってくれてるのに、あ、欲しいわボギー止まらん。
はい、15番ホール570ヤードパー5です。ここ難しいですよね。セカンドどこに刻むかとか。そうそう、ここのセカンドの置き位置が結構、はい、おー、ナイス。よし、やっべ、はい、うん、どこに跳ねたかちょっとキック次第ですね。ペナルティは逆にこういった感じですもんね。うん、木に当たって戻って入るか、まあ、あの辺。これだとどうですか。これは多分手前に落ちるんじゃないかな。飛ぶんだらやばいとこですか。いや多分そんな飛んでない。うわー、すごい風ですね。すごい、もうやばいっす、ね、逆にもうこれは諦めて、あの手前け、あの刻めるから、もうここは絶対刻みっすね。この時期来るとやっぱあのグリーン手前のね、はあ、林がせり出してて難しいですよね。刻むなら結構刻んだ、ちゃんと刻んじゃった方がいいと思うんですね。うん、入っちゃってます。あ、入っちゃって、野さんに、いや、人のことをこれ喜んでる場合じゃないですか。これがもしかして、ね、あの右の池行くかもしれない。そうだね、全然違う方向。人のこと喜んじゃいけないね。今日はもう喜べない、喜べない、全然喜べない。スプーンください。あー、左で過ぎた。この辺の高さがもう気になりますもんね。もうなんかちょっと低く、さっきの低く、そう、真ん中に打ってきたかったんだけど引っかかっちゃった。14.5 です。あれ、ラフいっちゃった。ちょっと低い球で5番でまっすぐ刻みます。とりあえず180ぐらい刻んで次狙いかなでいきたいと思います。あ、いい感じ、ナイスです。ありがとうございます。大丈夫かなこれ。ああ、やっちゃった。止まって。危ねえ。151で上りでアゲンストですよね。はい、7番です。ああ。あ、抜けた。持ってきた。9番でいきます。140ヤード。飛んで、飛んで、飛んで。おー、ナイスです。おー、よし、今日一だ。今、アンディの声が今日一だった。アンディの声は今日一だったね。102なんで、52で上狙ってみます。あー、行ったけど、ちょっと左。あ、でも、ナイスアウト、ナイスアウト。ありがとうございます。すげえパワーだな、今のも。今のって、シャフトの S っすか？ウェッジだけ S にしてます。今打ったのも S ですか？S。いや、あの、そんなにわかんないですけど、うん、むっちゃしなってましたよ。あ、今。なんだろう、そういう感じ。なんか、ブワンって感じ。よし。58度で、はい、おー、でも池田さん、僕のことを思うならここにつけてほしかった。ここにアプローチしてほしかった。もう一回ちょっとそっからパターンでこっち打ってもらっていいですか。あ、もらっちゃった。こっからライン見たかった。ここね、大丈夫です。入りますよ。酔いますよ、僕は。60度で。いや、うまいな、柔らかく打ててるな。止まれ。でも早い。行っちゃった。レッドさん、ちなみに今これ何パットなんですか。6オンです。ダボパットです。ダボパット、これは今4度差。これ入れたらでかいな。そうなると、弱い。うん、強い。
あ、全然踏んじゃってください。はい、続き失礼します。通り、よいしょ。わー、本当に今日入らない。ナイスです。パーです。パー、パーです。ナイスパー。やばいんじゃないこれ。はい、ということで、ここで、僕がパーで、レッツさんがトリプルということは1打差です。何オーバーですか。1打差。日野さんが今5オーバーですね。後半なんで16オーバー出ることです。で、レッドさんが9オーバーなんで15だ。15だ。1打差ですよね。1打差。はい、やべえな。1打差となりました。それで最終話いい感じになってきましたね。レッドさん、ありがとうございます。いや面白くしていただいてありがとうございます。かわいいでしょ。多分ね、これ構成入ってるよ。レッドさんの構成入れてくれたよ。